ぴったり変わらない変わらないのがいいですね。あ、そうですね、はい、ちょっと身体検査してからね、はい、お願いしますね、はい、さっと、状態としたら、うんちは毎日出てます？本来ね、最近結構毎日ぐらい出てます。はい、おしっこは1日1回か2回1回か2回ぐらい、はいはい、食べるのは何グラム何グラムぐらい食べてるんでしょうね。何グラムかなんか、まあお口がついちゃう。24時間食べてます？置いてあります？まあね、なんかあの噛むもんもうそういう癖がもうずっとついちゃってる。最初からちゃんと下げてやる。まあ挑戦した呼吸の音と振動の音を聞くんですけどね。はい、どちらもいいですね。あ、そうですか。うん、はい、じゃあ顔をこっちちょっと向いてもらいましょうかね。よいしょ。お、すごい音になってるね。ね、顔見してね。でもちょっとまだ匂うけど、ちょっとは減ったですね、匂い。やってます、歯磨き。いや、やってない。もう口開けるの嫌がるもんで。本当。目は、目だけはね、おとなしく。やらせてくれ。口は嫌なんだよね。口開かれるのがね、もうやっと。ちょっとだけやりますね。あの、お口が匂わないと腎臓病の進むペースは遅いですよ。あ、そうですか。うちが匂ってくると歯周病だからさ、そうすると腎臓病が進んでいくペースが早いんですよね。あ、そうですか。だからまあここだとまあやれるんかな、うん、ここだとやれるけど、お家はこんなじっとしないんですよね。しないですね。なんかすごい嫌がりますよ。すごいね、口開けるのが嫌で。口開けない方がいいんですよ。口閉じたまんまで歯の外側をまず、そうですか、歯の外側の表面やって、それからあと歯周ポケット45度ぐらいで歯周ポケットを狙って下もねやって、まあ無理やりこう閉じてるところに、そうそうそう、そっとね、歯の裏側は多分ね嫌がります。いや、嫌だね、嫌だね、もう嫌ない、嫌だよね、歯の裏側は嫌だよね。まあもしあの、ね、はい、やれそうだったら、はい、そう、耳も嫌だ、耳も嫌だね。はい、あとお尻行きます。はい、ごめんね、肛門腺嫌だね。はい、肛門腺出ました。はい、いいよ、連れて、はい、お願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いいたします、はい、あとね、ちょっと待ってください、ね、はい、そうですか、ちょっとだけお話ししておきたいけど、はい、いいです、僕3分6分ぐらい、あのね、はい、ちょっとじゃあ永田さん、加工をお預かりしてね。あ、すいません。